Cette semaine, Umikun rencontre un pro de la corde à sauter avec pas moins de 3 records mondiaux à son actif. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Dans la suite de l'émission, Natchan et Cathy découvriront une usine de la même. Elles vont se régaler, cela va sans dire. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. こんにちは、うみくんです。私は今埼玉県朝霞市に来ております。なんとここ朝霞市に世界記録を持つすんげー人がいるらしいんですよ。しかもその世界記録なんと3つも保持してるんです。3つですよ、すごくないですか。さらにさらに、もしかしたら僕もその記録に今日挑戦できるかもしれないんですよ。だからもうかなりやる気がみなぎっております。早速行ってみましょう。わい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 。こちらなんで早速行ってみたいと思います。よいしょ。おお、やってるやってる。見てください。うすごい。ありがとうございます。皆さん理解できましたか？縄跳びです。 Monsieur Sada est un athlète de la corde à sauter. Il ne possède pas moins de 3 records mondiaux à son actif. Monsieur Sada est un spécialiste de la corde à sauter reconnu internationalement. Dès son plus jeune âge, il s'est mis à sauter au rythme de la corde et a peaufiné ses techniques en proposant des spectacles dans le monde entier. Il a même ouvert son propre dojo à Asaka, dans le département de Saitama, afin de faire découvrir au plus grand nombre les joies de la corde à sauter. Mais avant tout, regardons une petite démonstration de corde à sauter par Monsieur Sada.見ただけで楽しめる、なんかエンターテインメントというか。ありがとうございます。はい、そういう発想とか技術って、はい、どういうふうに学ばれてきたんですか？私もですね、小学校の時は、はい、単純に二重跳び、はやぶさとか。でもですね、大学卒業間近の時に、はい、なんと縄跳びの世界チャンピオンが来るっていう情報が入りまして見に行ったんですよ。はい、したらものすごいパフォーマンスで、はい、自分が想像していた縄跳びは全然違ったんですよ。はあ、でそれからフリースタイルでその縄跳びの楽しさにハマってきました。3 techniques en particulier lui ont valu ses records du monde。そのサッカーボールを使って1分間でリフティングしながら縄跳びという種目で188回の世界記録を持っています。188回1分間ですか？はい。On a le champion sous la main, profitons-en。 それでは佐田さんお願いします。すげー。はい、こんな感じです。すごい、ありがとうございます。飛んでる高さってめちゃくちゃ低くないですか？そうなんですよ。あんまり飛んじゃうとスピード出せないんで、うん、なるべく低く飛ぶようにしてます。一つ目見せてもらってありがとうございます。はい、一つ目もすごかったんで二つ目もめちゃくちゃすごいとは思うんですけど、はい、ぜひ見せてください。はい、お見せします。はい。 Et maintenant sa deuxième technique d'un niveau inégalé。 飛ぶんじゃないですか？飛びます。いいですか？いきます。はい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 、飛んでる。確かに飛んでる。確かに飛んでるから、すごい、はい、すごい、すご
ごいんですけど、はい、笑っちゃうのは何でなんだろう今のは何なんですか。あの、まあ、お尻でジャンプして縄跳びするんで、お尻跳びとかっていう風に言ってるんですけども、はい、あのこれを30秒間で、104回という世界記録を持ってます。じゃあちょっと実際にどれぐらいお尻飛んでるか、はい、お尻のチェックさせていただいてもいいでしょうか、はい、じっくり見てください、はい、いいですか。はい、じゃあ行きます。お尻で飛びます。お飛びます。飛びます。飛びます。でも結構飛びます。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 これぐらいなんで4センチぐらい、はい、縄の太さだけ飛べば大丈夫です、はい、なんですけどやっぱりこう5センチ6センチとか、はい、そのぐらい飛べると余裕あって飛べますので。これって僕とかもやれるようなレベルなんですか。そうですね、一応ですね、だお尻が自分の足だと思い込めれば、はい、ちょっとできる可能性が出てきます。Allez, Oumi-kun, il est temps de se bouger les fesses. Littéralement. Ah, c'est difficile. Il pensait réussir à sauter assis, mais c'était une erreur fondamentale. Ah! Non, mais là, c'est ce cas. Ah, c'est ça! Après l'enthousiasme et l'optimisme, place à la déception. Oumi-kun s'accroche pourtant jamais à bout d'énergie. Et finalement, au bout de la 18e tentative...素晴らしいです本当に。そう今充実感の嵐です。はい、うん。僕の今までの、はい、本当にお尻飛び人生で、はい、今一番嬉しかった。やったー。本当に。そんなこと言われて僕も嬉しいです。Oumi-kun pose maintenant quelques questions à Monsieur Sada sur la corde à sauter。縄跳び道場も、はい、あの開設されたということなんですけれども。はい、その狙いというか何の目的で作られたんですか。そうですね、あの自分がもうこんなに楽しい縄跳びをもう知っていろんな人に伝えたいと、まずそこから人生に使えるようないろんなことを学べたらいいなっていう思いで、まあ、道場っていうふうにして縄跳び道場を作って、今これからあのちゃんともうこう本拠地を作ってですね、どん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 あの子供たちに教えていきたいな。本当に縄跳びのその楽しさと奥深さ、皆さんに伝えたい。精神的にもいろいろ成長できるところがあるんだろうなと思ったので、はい、ぜひどんどん広がっていってほしいなって本当に思います。À tous ceux qui sont d'humeur bondissante, rien de mieux que d'aller faire un tour au Nawatobi Dojo. それでは最後の技を今度見せてください。はい。はい。見せたいんですけど、ちょっとここではですね、はい、できないんですよ。ちょっとあの近くなんで、はい、行きましょう。え、はい、行きます。はい、行きましょう。どういうこと？なんか怖いな。Ils se sont rendus dans un atelier désaffecté. C'est là que se trouve une immense corde à sauter de 10 mètres de long. なんなんですかこのなんかこの雰囲気、この場所。はい、あのまずあの広くないと、はい、あのできないので、これってなんかみんなでやる、最初見た時縄跳びっぽいなと思ったんですけど、そうなんですよ、普通は10人、はい、20人大人数で、あ、運動会とかでやるやつですよね、長縄跳び、大縄跳びとしてやる縄跳びを、はい、一人でちょっと跳べないかなと。ミニット il ne compte quand même pas sauter tout seul avec une telle corde。 いきます。デイッシュ、すげえ！すごい！ハリウッドスターの方ですか？すごかったジャンプ。
ちなみにこれは記録的にはどういう記録なんですか？はいはい、ですね、10メートルのロープを30秒間で何回回せるかという、はい、記録なんですけど、一応24回の世界記録を持ってます。これ24回もやったんですか？はい。これはどういう思いでこれをやったろうと思ったんですか？子供たちにやっぱ見せた時に、はい、ものすごいやっぱ分かりやすいんですよ。はい、すごい、なんかもうヒーローみたいだった。もうなんかこんなに出てきて、うわ長ーみたいな、でかーみたいな、それだけでなんかもう気持ちが嬉しくなっちゃって、うんうん、縄跳びが嫌いだったりした子もこれならもう絶対楽しんでもらえるっていうか。いや、最後に長縄も見せてもらって、はい、もう世界記録3つ。ちょっと待ってください。はい、実は、はい、今、はい、新しい世界記録に挑戦しているんですよ。マジっすか？はい、じゃあぜひ今日それ見せてください。いいですか？はい、もうじゃあすぐ行きますよ。はい、行きましょう。縄跳びしながら。はい、行きましょう。行きますよ。はい、エア縄跳びしながら。はい、はい。On dirait bien que Monsieur Sada vise un quatrième record mondial. Quel défi veut-il relever cette fois? それじゃあお願いします。やば。今のは 何の技なんですか？後方宙返りをしながら後ろ回し跳びをするという技です。これの世界記録が後ろの、はい。60飛びまでするっていうのが世界記録になっていて、はい、今何回なんですか？今3回です。一応自分の最高記録が5回までは回したことあるんですけど、はい、はい、でももうちょっとやっぱり体操専門でやってたわけじゃないので。 Il était sur le point d'abandonner cette technique quand la rencontre avec un professeur de gymnastique, véritable maître pour lui, lui a redonné l'envie de s'atteler à ce défi. いろいろ目指されてますけれども、はい、やっぱ次なる最終的な何かこう目標みたいなのって、世界中の人々と縄跳びをするです。なんかいけちゃいそうですよね。あ、なんかみんなでロープ通じてこうなんか平和のことに貢献できたらなっていうのが一番やっぱできたらいいなと思ってるんですけども。いや、でもなんか実現しそうな感じします。なんか僕全然縄跳び分かんなかったけど、パフォーマンス最初見た時なんか楽しくなったし、だからなんか通じてね、世界の皆様を縄跳びで笑顔にしていくってことをめっちゃ応援しています。ありがとうございます。今日本当にいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。一緒に縄跳びお願いします。はい、はい、ぜひお仕事の話待ってます。はい、皆さんもぜひ縄跳び挑戦してみてね。なっちゃんこと麻生夏子です。さあ今日私たちは中野区にやってきました。はい、今日はラーメンをリポートするんですけど、ラーメンって結構世界的じゃないですか、日本のラーメンって。私結構ラーメン屋さん行って、あ、外国人のお客さん多いなってすごい感じるんですけど、パティどうですか？そう、ラーメンもともと中国から来てるじゃないですか、うん、でも日本のテイストに変わってて、うん、すごい人気が上がったりとかするじゃないですか、うん、じゃあ今日はラーメンの秘密をリポートしていきましょう、はい、行ってきます。行ってきましょう。Le quartier de Nakano à Tokyo, ce n'est pas que Mandarake. Il est réputé aussi pour ses nombreux restaurants de ramen. Pour en savoir plus sur ces nouilles emblématiques de la gastronomie japonaise, quoi de mieux que de commencer par la visite d'une usine de fabrication. Hi. で、製麺所の中にやってきましたが、これはどういう順番で作られてるんですか？今ここで粉を混ぜて配合決めて、そこから生地に作り出して、切り出していくっていう流れですね。じゃあここが出発点なんですか？そうですね。でもなんかいろんな小麦粉が置いてあって。そうですね、国内外、様々な小麦粉、その麺に合わせて、まあブレンドさせて、生地を作っていきます。ここから生地が出てくるところって感じですか？今混ぜてる最中ですね。じゃあもう出てきますか？そうですね。おお、すごいすごいすごい、この形に出てくるんだ、ね、でこれがもうここにほらもうすぐ出てきてる。もともとバラバラになってるものを、そうそうそうね、そろそろギュッと多分固めてリボンみたいなものになってる。そうそうそう、あれで一個できた。持ってみますか？あ、いいですか？いいですか？まあまあ無理せず無理せず、いけた。なんか今甲羅に重いと思わなかった。
10キロぐらいだそうです。すごい重いね。だいたいここのその製麺所っていうのは何時ぐらいから稼働してるんですか？夜中の1時ぐらいからですね。夜中？その日に製造して、でもう朝にラーメン屋さんの方にお届けするという。あ、すごい。On montre ensuite aux deux reporters l'étape de découpage des nouilles。え？さっき出来上がった。あ、もう麺だ。もうあの私たちが知ってる麺になった。なったなった。麺になった。もうこれあのお湯で湯がいたらもう食べれますか？そうですね、もうラーメン、生ラーメンですね。生ラーメン。これが今縮れですけど、これがストレートであったりとか、はい、太くとか平打ちとか、はい、というふうな、まあ、調整をして切り出していきます。設定すればできるってことですね。そうですね。あ、できちゃった。できたて、はい。こういうとこ見るとさ、なんか麺に愛情が湧くね。まあ、なんか大事に食べようって思う。はい、すごかった、ね、でもやっぱねできるのが早くて私はびっくりした。すぐ次の日に食べれるし、うん、まあ、同じ日にも食べるし、それがすごいなと思った、ね、やっぱりそのフレッシュにこだわってる、うん、新鮮にこだわってるのは日本っぽいだと思う、ね、En plus de l'usine à proprement parler, on trouve ici un espace un peu plus inattendu, une cuisine。はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、こちらは何年前からあるんでしょうか？そうですね、大正6年のちょうど今から100年前に創業してます。工場があって、あの会議室があって、キッチンがあるんですけど、そのキッチンは何のためにありますか？すべてのラーメン屋さんがこう成功しているわけではないんですよね。やはりなかなかうまくいかずに失敗しているラーメン屋さんも数多くいます。ラーメン店の経営のノウハウみたいなものを教えるという塾みたいな、学校みたいなものをやってると。最近だと海外でラーメン店したいんで、うん、まず基礎を学びたいっていう話もあります。あ、それはじゃあ日本人の方が海外で出店したいとか、そういうこと？そういうことになります。グローバルがどんどん進んでいく中で、そういったお客さんが少しずつ増えていくと、洗練されたラーメンが世界中に溢れてくるっていうのは、まあ少し壮大な夢になっちゃいますけど、うん、みんなが幸せになるというか、そういったことができればなと思ってます。 Et maintenant, place au micro-trottoir de Cathy. Que pensent les Japonais des ramen? Pour le savoir, ask Japanese. 好きなラーメンは何ですか？醤油ラーメンです。豚骨ラーメンです。豚骨ラーメンです。ピリ辛味噌ラーメン。おー、絶対美味しいよね。塩醤油とかよりさらっと食べれるのが塩みたいな。だから野菜とか一緒に食べてもたくさん食べたくなるラーメンですね。豚骨ですね。はい、親戚が博多にいて、博多ラーメンをなんか食べる機会が多くて、そのうち博多ラーメンが好きになって。博多ラーメンは豚骨が多いってことですか？そうですね、一蘭の豚骨ラーメンです。おー、なんかすごいもう決まってるんですね。なんででしょう？秘伝のタレがあってすごい美味しいです。あー、どういう時にラーメン食べたくなりますか？寒い時、寒い、雨の日とか、あとなストレスが溜まる時。じゃあストレス発散ラーメン。わーって感じ。そうそうそう。じゃあ麺になんかこだわりありますか？細くて、うん、硬い方かな。細麺と普通じゃなくてちょっと硬いの方がもっと美味しいんです。ラーメンに入れているとスープで、まあ、すぐ柔らかくなっちゃうから、入れる時はちょっと硬めで、食べる時はちょっと柔らかくなるって感じですかね。もうプロの言葉の気がします。太くてでも柔らかいのが好きです。もちもちした、細くて固めの方が歯ごたえがあってすごい美味しく感じました。逆ですね。おお、みんな結構こだわりがありますね。バリ方です。はい、バリ方。もうちょっとしか茹でないでめちゃくちゃ固いみたいな感じなんですけど、歯ごたえがあって、ね、おすすめは30秒ぐらいで。30秒、ほとんど水タッチしてないじゃないですか。でもそれでも美味しいんでおすすめです。硬いのが好きだから、だからこそもうすぐ食べる。はい、もう麺のもう茹でないでも食べちゃうぐらい好きです。おー、それやったことなくて今度やってみます。ぜひやってみてください。割り方、割り方で大丈夫でした。ありがとうございます。 Les deux présentatrices, toujours gourmandes, se rendent maintenant au Shanghai Menkan, situé à une minute à pied de la gare de Nakano. Ce restaurant propose dans son menu les ramen élaborés par la société Taisei Foods. Elles vont pouvoir déguster les ramen dont elles ont pu voir la fabrication. Ah, elles vont se régaler, c'est sûr.
On en a déjà l'eau à la bouche. でも来ちゃった。おおうわー来たー。すごい彩りめっちゃ綺麗。ではいつもならスープから行くところですが、今日は麺からいただきたいと思います。いただきます。おいしそう。麺が細い。どう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 、うんうんうん、程よいコツと歯ごたえと喉越しと最高です。カチも食べよう。私なんか麺の香りがすごく好きで、うんうん、いい感じ。つけ麺のいいところはつけてる麺なので、まずはすぐにつけるところが楽しい、うん、楽しいんだね。そう、ちょっとつけ麺はこっちの豚そばよりも太めだね。どう？すごいなんかね、一瞬つけるんだけだけど、うん、そのすごい麺がスープの味すごいすぐ染み込むし、うん、そのなんかね、歯ごたえがちゃんとあって、うん、口の中の感触の感想がすごい。どう、見に行って、製麺所見に行ってさ、はい、ここ来てるわけじゃん、はい、なんか今までと変わった？いや、もう変わった、うん、麺への愛情がもっと3倍、4倍、40倍ぐらい。なんか食べるのもったいないんだけど、まあ食べちゃうんだけど。そうよ。なんかやっぱりどれぐらいみんな頑張っていろいろ考えて作ってるのも分かってきたんで、うん、食べちゃうぞ。ありがとね。L'émerveillement ressenti à la vue de leur élaboration rend ces ramen encore bien meilleurs. En 5 minutes, elles ont déjà tout dévoré. C'est que ça devait être bon. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。ぜひみんな日本に東京に来たら、うん、上海麺館よかったらぜひぜひ食べてみてください。からすぐだよ。日本の麺最高。じゃあ帰ろっか。うん、帰ろ。でもう一杯食べれる？Rakubakusha est le point de vente de Thaiset Foods. Il est possible d'y trouver des ramen élaborés sur place et du bouillon utilisé par des professionnels. Tous les 4e dimanche du mois, le marché de vente directe attire un grand nombre de visiteurs. Une occasion en or de se procurer des produits dignes des plus grands chefs ramen.